ます。はい。なんか今日は今まではちょっと最近どうかなって思ってたんだけど、ちょっと考えが変わったよ今回はっていうお話はそうですね。え？あのウディアレンの。ああ、ウディアレン。うん、あ、まあそうですけどね。うん、まあウディアレンはちょっと最近あんまり作品が良くなかったんですよ。まあでも毎年作りますよね。すごい数、年間2本ぐらい作ってるんですけども。まあ、ウディアレンの話をしますと、この人はとにかく70年代は、まあ、監督、脚本、主演でもう大スターだったんですね。はい。知的なコメディでニューヨークを舞台にした。で、ところがその92年に大スキャンダルを起こして、それで失速するんですね。はい。人気も作品的にも、そのスキャンダルっていうのはその頃、まあ、まあ、正式に結婚してないんですけど、奥さんがいて、ミア・ファローっていう女優さんだったんですが、フォローミーのは可愛い女優さんですけども、はい。その奥さんが妊娠してる時にその奥さんの連れ子とできちゃったんですね、ウディアレンは。衝撃的ですよね。しかも連れ子は中学生か高校生かそのぐらいだったんですよ。まあ、幼女ですね、いわゆるその。幼女ですけどね。ミア・ファローはショックですよね。あまり大変ですよ。だからこれミア・ファローとウディアレンの間にできた子供っていうのはウディアレンまだ一回待ってないんですよね。ちなみに天才で、なんか10代で、10いくつで大学行っちゃったらしいんですけど、一回も会えないんですよ。ああ、もうミア・ファローが怒っててですね。そうなんですけど、それでその後作品的にどんどんダメになってって、人気もなくなったんですけども、2005年に一回復活してるんですよ、ウッディ・アレンって。で、それは2005年にマッチポイントって映画を作って、これは非常に評価も高くて、でウディアレンとしては非常に珍しいですね、怖い映画だったんですよ。これはまあ非常に怖い映画で、その、まあ、妻がいる男がその、まあ、エロい愛人とセックスの、なんていうか、虜になっちゃうんですね。ちなみにそのエロい愛人はスカーレット・ジョハンセンなんですけども、はい、ムチムチの、にハマっちゃってですね、ザ・セクシーですね。そしたら妊娠しちゃうんですね、その愛人が。で結婚迫ってくるんで殺すって話なんですけども、いやーひどい話、そのひどい話をですね、もうひどいユーモアであまりにもひどいんで笑えないけど笑っちゃうみたいな、非常にギリギリのとこで作ったのがマッチポイントって映画で、怖い怖い映画なんですけども、これがまあ傑作だったんですね、で人の心のダークサイドを暴くような、まあ一種ウッディアレンの変な願望みたいなものもなんか反映されてる怖い映画だったんですが、まあでもそこはその後またね、ちっちゃいちまちましたどうでもいいような映画を乱作してですね、また評判落としていったんですよ、でダメかなウッディアレンって言われてて、まあ映画としては面白いんだけども、あまりにも小粒すぎたんですね、どれもテレビみたいで、でダメかなと思ったんですが、今回ですね、ミッドナイトインパリスっていうですね、まあパリの真夜中っていうタイトルの映画新作できて、これがすごい良かったんですよね。美味しい生活が戻ってきましたか。美味しい生活って映画はあんまり良くないですけど、あれは糸井重里さんのコピーですけど、あの頃スーパースターでしたよね。そうですよ。西武グループのね、なんか象徴みたいになってましたよね。チェゾンのね、今考えるととんでもない文化ですけど、まあ、とにかく、それ復活したんでね、ちょっと良かったんで、その話をしたいんですけど、真夜中のパリ、パリの真夜中か、ミッドナイト・イン・パリスっていう映画ですけども、で、これね、主演がね、オーエン・ウィルソンっていう人で、そちらに写真があると思うんですけども、ちょっと、まあ、いい男ですよね。そうね、ハンサムですね。はい。で、ところが彼がですね、ウッディアレンのモノマネなんですよ、今回演技が。へぇ、ちょっとおどおどした感じなんですか、じゃあ。そうそう、おどおどとしながらですね、早口ですごく嫌みったらしいことを言うという、非常にもうムカッとくる、イライラするですね、近くにいるとぶん殴ったりなりというようなやつなんですよね。へぇ、うじ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 したこと言って、まあ、ウッディアレンの特徴っていうのは、ウッディアレン自身がそういう人じゃなくて、そういう役をずっと演じてきたんですけど、みんなが楽しいことをしようって言うと、すぐそれに対して、なんか、でもそれ面白くないよとか言うんですよね。嫌なやつだな、おいってね。そうそうそう、嫌なやつなんですけども、それをね、オーエン・ウィルソンはこの2枚目なのに、そっくりそのまま真似してるんですよ。で、服なんかもダサいですね、なんていうか、血のパン、ダボダボ。血のパンにですね、なんていうか、ボタンダウンのシャツを着て、まあ、IB なんですけども、まあ、ちょっといなたい感じっていう服でね、全然こう、パッとしない男を演じてるんですね、オーエン・ウィルソンが。で、これ完全コピーなんですね、ウッディ・アレンの。メガネかけてないですけど。これはね、すごかったですね。ウッディ・アレンの若い頃みたいな感じなんですよ。映画監督の役なんですか？いや、シナリオライターなんですけど、まあ、似たような役ですよね。ウッディ・アレンももともとシナリオライターから入ったんで、はい、これね、このオーエン・ウィルソンって人はね、2007年に自殺未遂を犯してるんですよ。で、ケイト・ハドソンっていう女優さんに振られて自殺未遂をして、その後、その彼女戻ってきたんだけど、やっぱり別れちゃったっていうことがあってです
でやっぱりこういい男なんだけれども多分モテない男の苦しみみたいなものをね味わったんだと思うんですよその時にね。でまあウッディアレンの役ができる感じになったかなと思ったんですけども、はい、で舞台はパリでですね、まあ、その売れないそのシナリオライター そのオーエン・ウィルソンがあの婚約者と一緒にパリに旅行にするんですがその婚約者はすごい大金持ちの娘なんですよ。でお父さんとお母さんと一緒にそのパリに行くんですけども、もう とにかくすごい高級ホテルでですね高級なワインを飲んでその高級なその何百万円もする家具を買ったりしてるその一家なんですね。なんか逆玉っぽいですねなんかね。そう逆玉っぽいんでちょっといいかなと思って婚約したんだけどもすごく要するに見下されるわけですよ。君は下々のものだからみたいな感じ で、でワインもわからないんだろうみたいなね。わかるわけないんですけど、でまあ、みんなフランス語ちょっと普通に喋れたりするんだけどフランス語全然わかんないんですね、その主人公は、はい、でぐち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 文句言ってるんですけど、そこにで偶然っていうかねそこに知り合いと会っちゃうんですね。いとこだったか友人だったかと会うんですけども、はい、その彼はですねソルボンヌ大学の教授なんですよ。でフランス語ペラペラで、でもってその主人公がちょっとしたことを何か言うとすぐ修正するんですよ。それ間違ってあそうそうイライラしますね。イライラするんですね。居場所ないんですよ主人公は、あの応援ウィルソンは、でそこでですねどんどんそのなんていうか、なんていうかね逃避的な感じになってきてですね、俺は小説を書きたいんだと、でそれはその昔のものを懐かしんでる男がいて、その彼がその大昔にその大昔じゃないその昔のパリに行くって話なんだよって言うんですね。1920年代のパリに、でどうしてっていうとその1920年代のパリってのは本当にすごいとこだったんだってその主人公は言うんですね。でこれはね、その頃のパリっていうのはヘミングウェイがいたんですね、特派員として、でヘミングウェイがその移動祝祭日っていう、小説でですね、まあ、短編小説ですけどそれで、あのその頃のパリに若い頃いたならばそれは一生そのお祭りとしてですね自分の人生を追ってくるってようなことを言ってるんですね。これ移動祝祭日っていう意味なんですけども、でその時あのヘミングウェイは、まあ、作家を始めたばっかりだったんですけど物書きを、でその時パリにはですねまずスコット・フィッツジェラルドがいて、でピカソがいてダリがいて、であと、まあ、あのシュールレアリズムのブームがあってですね、でいろんなジャズのミュージシャンがいてコール・ポーターがいたりですね、あとジョセフィン・ベーカーっていうその黒人の美しいダンサーの人がいたりですね歌手ので、まあ要するにどうしてかというとアメリカはその頃禁酒法だったんですよ。あ、それでなんだ。そうなんです。お酒が飲めない状態だったんで、パリに逃げ出してきたんですね、かなり。じゃあ華やかなこう社交界がね、しかもこう芸術的な人とか文化的な人たちでこう賑わってたんですね。そうなんです。それでドイツの方はほら悪い国になってくる途中ですからナチで、だからパリにこうみんな逃げてくる感じになってる、ね。芸術家たちはみんな交流するんですか。みんな仲良しなんですよ。でそれはねガートルード・スタインっていうですねあのアメリカ人の女性がいてですね、彼女はまあ本人は詩人だったんですけども彼女の家がサロンみたいになって、その当時のその文化人がもう世界各国からそこに集まっているという状態だったんですね。あ、まあ、そこにいたら楽しそうだなと思ったんですね。じゃあその主人公はね、でその彼女がいわゆるそのスコット・フィッツジェラルドがヘミングウェイを指してロスト・ジェネレーションね、あんたたちはって言ったってことになってるんですね。ちなみにロストジェネレーションというのはその失われた世代ってずっと誤訳されてきましたけど、あれは迷子の世代って意味ですから正しくは、あんたたちは行き先は分かんないのねって意味で言ったんですよね。なるほどね。でまあそういう時代だったんで俺はあの頃に行きたいよって主人公は言うんですね。でそういうこと言うとまたその大学教授にそれはお前今の現在全然うまくいってないから過去に逃げようとしてるだけじゃないかって言われるんですよ。あ、またもうちょっとね、そうなんです。きついね。でもう居場所、そう全然居場所がなくて、で一人であの夜中のパリをですね、歩いてると、またフランス語ができないからもう本当に居場所はないんですけども、で12時の鐘が鳴った時にですね、突然ですね、クラシックカーが路地をこう走ってくるんですよ。で英語でですねちょっとお前アメリカ人だろちょっと乗れよって遊びに行こうぜパーティーだぜって言われるんですね、乗ってる人に。でその車になんか乗せられちゃってですね、であるカフェに連れてかれるんですけども、そこでこういうピアノの演奏がされてるんですよ、そのカフェでは。ちょっとかけてもらえます？はい。これはね、コール・ポーターっていうですね、アメリカの作曲家の人が自分であのピアノ弾いて歌ってるですね、Let's Do It って歌なんですけども、でこれを弾いてるんですよ。で
あ、コールポーターそっくりな人はコールポーター弾いてるねって言うんですね、うん、主人公は、うん、そう、何言ってんだよ、あれコールポーターだよって言われるんですよ、うん、でちょっと待って、ポールコーター、ポー、コールポーターってのもとっくの昔死んでるし、彼がパリにいたのは1920年代じゃないかっていうと、今は1920年代だよって言われるんですよ。え、タイムスリップするの？してたんですよ。へで、彼をそのバ、あの、クラシック界に乗せて連れてった男はですね、僕はスコット・フィッツジェラルドだって、ね。で、これが妻のゼルダだって紹介するんですけど、ちなみにこのゼルダっていうその奥さんはちょっと、まあ、あの、精神を病んでですね、大変なことになったんですけど、昔ゼルダっていう日本のロックバンドがあって、あの、彼女たちは そのゼルダから名前を取ったんですが、まあいいんですが、それで、そこでですね、ヘミングウェイに舞うんですね。で、ヘミングウェイはその頃作家を始めたばっかりで、で、その物書きをして、そのガートルド・スタインっていうその、あの、女性にですね、うん、その小説を見てもらって、直してもらったりしてた頃なんですよ。じゃあ駆け出しのヘミングウェイに会ったんですね。ヘミングウェイに会うんですよ。そこで主人公はハッと、俺今小説を書き始めてるから、ここで彼らに小説を見てもらって直してもらえば、うん、すごい小説ができるって言ったんですよ。ヘミングウェイが添削するんならね。そうそう、ガートルド・スタインに添削させればって、うん、もう T.S. エリオットとか それにいるわけですよ。ね、チャンスチャンスって。で、この小説を取ってきてですね、ホテルに取ってこようと思うと、うん、また現代に戻っちゃうんですよ。うん。じゃあ、あれと思って、あの店とか何だったんだろうと思って、うん、でも一応その、プリントアウトしたその、自分の原稿を持って、真夜中にまたパリを歩いてると、うん、またクラシックがやってくるんですね。で、またそれに乗ると今度はですね、そのガートルド・スタインの家に連れてってもらえるんですね。うん、サロンにね、そこに。そう、そこに行くとピカソがいてですね、マティスがいて、ダリがいてみたいなすごい世界になってるんですよ。あのヒゲの姿でいるんですか？そう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 、あの、まだみんな若者ですけどね、30代とか、そんなもんですけども。で、ピカソはあの女好きで有名で、ピカソってのはだから16、17の女の子をその、なんとかこましてた人ですから。で、ピカソは、まあ、可愛い女の子連れてるわけですよ、うん。で、その子を好きになっちゃうんですね、主人公は。おで、ところが彼は現代に婚約者がいるわけですよ。うん、あ、そうだそうだ。で、その過去のその、まあ、美少女との間でですね、うん、こう、なんていうか、まあ、引き裂かれていくっていう話なんですけども。お金持ちの婚約者とね。そうそう、お金持ちの婚約者と。うんうん、で、ところがその、過去にあった彼女の、その、うんそのあとですね、有名な人になって自伝を残してるってことが分かるんですね。へえ。ピカソのその恋した女の子が、うん、そう自分が片思いしたその女の子が、自伝を書いたってことが分かって、それを古本屋で見つけるんですよ。うん、でそれをパラパラっと見てみたら、その主人公はギルっていう名前なんですけども、うん、私はギルっていう男の人が好きになっちゃったのって書いたんですよ。あら。両思いじゃない。まあ、歴史的にそれは正しいってことなんですね。そうで、その後どうなるのかパッとめくっていくと、うん、私は彼と一夜を共にしたのって書いてあるんですよ。ね、じゃあ共にするんじゃん。じゃあどうするの俺っていう話なんですよね。そうだね。これね、面白かったですよ。なんかね、これね、うん、あのジャック・フィニーってアメリカの作家がいてですね、振り出しに戻るって小説を書いてるんですが、うんうん、それは主人公がその懐かしいものばっかり好きで現代が嫌いな主人公がですね、その自分は昔に生まれたんだ、19世紀のニューヨークに生まれたんだ、19世紀のニューヨークなんだここはと思い込むことによって、うん、その時代にタイムスリップするっていう SF なんですね。それに非常によく似た感じでですね、うんうん、まあなかなか面白かったですよ。なんかカイロの紫のバラもそうね、彷彿しますけどね。あれも映画の中に入っちゃう話ですよね。やっぱこのウディアレンって人のその逃避的な性格はよく出てるなと思うんですけど、はいはいはい、ね、お話を伺ってるとちょっと大人のファンタジーでこれあのちゃんと収集つくのかなとか ね、ちょっと途中でしらけたりしないのかなって心配にもなりますけど、あ、これね、非常に皮肉な話に展開していくんですよ、これが。またその辺は言えないですけども、じゃあ過去の人はじゃあ最高の時代だとその時代を思っていたかどうかっていう問題になってくるんですよね。ああ、20年代を生きた人がね。そうそう、その現場にいた人たちはその時代が最高だと思っていたかどうかっていうことでね、ノスタルジーとは何なのかって話になってくるんですけども、へえ、ね、これ見て僕は思ったのはね、小島さんとか違う時代に生まれたかったってないんですか？
私高校生の時に古文の授業を受けながら平安時代の摂関家の娘とかに生まれたらよかったかなとも思いましたけど。え、それ何、紫式部みたいになるの？いや、なんかもうちょっといわゆるもっとこう何かしづかれたね、はい、お姫様とかになったらいい着物を着られて、当時にして美味しいもの食べられて、よかったかしらって、うん、そう妄想したことは高校生の時ありましたけどね。あの頃お菓子甘いのないですよ、でもそうよね、食べ物揚げせんべいみたいのしかないですからね。そうね、時代は、うん、はい、まあ、着物綺麗だなとかそれぐらいはありますけどね。博士とかなんかあります？僕はね、70年代今ちょっと仕事で振り返ってるんですけど、全教頭世代だったらどうだったんだろうとか思いますね今。僕もそうなんですよ。僕もやっぱりね、60年代終わりぐらいに学生だったらよかったなと思うんですよね。なんでなんで？え、そんなもんフリーセックスの時代だったからですよ。そんな理由かよ。セックスドラッグロックノールだったからですよ。博士は何で？いや、僕は天井桟敷とか赤テントとか黒テントとか、ああいう新宿一帯にね、なんかこういう文化も盛り上がっていき、はい、その一方でそういう学生運動とか、フォークゲリラとか、フォークとか、ああいう、ね、ああいうなんかうねりみたいなのが、街のうねりみたいなのが若者が作っていけてるっていう感じが、あ、今はないなって思っちゃうね。そうね。で、しかも女の子みんなミニスカートでね。ほんま、今もミニスカート履いてますけどね。あ、みんなも履いてる。今も履いてるか。真ん中だけなんですよ、昔の女の子って。どうでもいいですか。レギンスはね、履いてなかったでしょうね、昔は。パンツは見る確率高いでしょうけど。そう、みんなあるじゃないですか、こう、あの子生まれたかったな、みたいな。あ、憧れの時代ってあるかもね。あるでしょ、うん、でもこれは、この映画はね、そういう気持ちに対してね、非常に皮肉なですね。うん、厳しいオチがついてるんでね、ああと思いましたね。へー、なかなかいい映画で、しかもですね、うん、フランスの 大統領夫人の、うん、カーラ・ブルーニまで出てきたりしてですね。あ、そうなんだ。カーラ・ブルーニはちょっと、本人出演ですか？本人出演してますよ。ちょっと貴重ですね。はい、でなかなかサービスもね、久々にウッディ・アレンの映画、スカスカじゃない映画を見てね、なかなか良かったんで、ぜひっていうね、はい、博士とか好きですよね。好きです好きです。ええ、ねえ、まあ、ここ最近この10年ぐらいそんなに見てないですけどね、あんま面白くなかったんですよね、ええ、そう。でもこれはちょっと当たりでしたんで、ぜひという感じです、はいはい、日本ではこれ公開されるかどうか今のところまだ決定はしてないみたいですけどね。でも評判いいならあるかもしれませんね。まあ絶対するでしょう、ウッディアレンなんで、ミッドナイトイン、日本とフランスだけでウッディアレンは大人気なんです。日本とフランスだけでミッドナイトインパリね、松山さん大絶賛、久々に、いいもの撮ったぞウッディアレンという話でした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、また来週よろしくお願いいたします。はい、バイビー。バイビー。松山さん楽しそうだな、今日。ね、ありがとうございました。いい映画なんでしょうね。ね。